こんにちは。今日の講義は書籍ルックバックです。この作品は藤本タツキ先生によって描かれた漫画で、ジャンプコミックスから出版されています。ルックバックは2人の少女の人生を通じて、才能、友情、そして時の流れについて深く考えさせる物語です。物語は小学4年生の藤野という少女から始まります。遠野は学生新聞で4コマ漫画を連載しており、クラスメートから絶賛されています。彼女は自分の才能に絶対の自信を持っていますが、ある日不登校の同級生である京本の4コマ漫画を載せたいと先生から告げられます。この出来事が2人の少女の人生を大きく変えていくきっかけとなります。ルックバックの特徴的な点はその構成にあります。長編読み切り作品でありながら、主人公たちの人生の重要な場面を巧みに切り取り、時間の経過とともに物語を展開させています。この手法により、読者は2人の少女の成長と変化をまるで映画を見ているかのように体験することができます。藤本タツキ先生の絵のタッチもこの作品の魅力の一つです。繊細でありながら力強い線で描かれたキャラクターたちは、それぞれの感情や内面を見事に表現しています。特に登場人物の表情や仕草の描写は秀逸で、言葉以上に多くのことを伝えています。物語の展開も非常に巧みです。最初は単純な才能の競争のように見えた2人の関係が、徐々に深まっていく様子が丁寧に描かれています。藤野と京本、2人の少女の成長と変化、そして彼女たちを取り巻く環境の変化が読者の心に深く響きます。またこの作品は漫画家を目指す少女たちの物語でありながら、単なる夢追いの物語ではありません。才能とは何か、努力の意味、そして人生の予測不可能性について深い洞察を提供しています。読者は主人公たちと共に成長し、人生の複雑さと美しさを感じることができるでしょう。ルックバックの魅力はその普遍的なテーマにもあります。才能、友情、夢、そして人生の選択、これらのテーマは年齢や性別を問わず多くの人々の心に響くものです。特に自分の将来に悩む若者や人生の岐路に立つ大人たちにとって、この作品は大きな示唆を与えてくれるでしょう。さらにこの作品の素晴らしさはその細部にも表れています。背景の描写や小道具の使い方、そして何気ない日常の描写など、一つ一つが丁寧に描かれており、物語の世界観をより豊かなものにしています。これらの細部が読者を物語の世界に引き込み、主人公たちの喜びや悲しみ、そして成長をより身近に感じさせるのです。この作品の魅力はその構造にも現れています。物語は時間軸に沿って進行しますが、重要な場面で立ち止まり深く掘り下げていきます。例えば藤野と京本が初めて出会う場面では、二人の性格の違いや漫画に対する姿勢の違いが鮮明に描かれています。藤野の自信に満ちた態度と京本の内向的で繊細な性格のコントラストが、読者の心に強く印象付けられるのです。またこの作品では漫画を描くという行為そのものがキャラクターの成長と密接に結びついています。藤野と京本が互いの作品を見せ合う場面では、二人の個性や才能の違いが浮き彫りになると同時に、互いを認め合う瞬間が描かれています。この相互理解の過程が物語の核心部分を形作っているのです。ルックバックの中で特に印象的なのは時間の経過を表現する手法です。数年単位で時間が飛ぶシーンがありますが、それぞれの時点での登場人物の心情や状況がわずか数ページで見事に表現されています。例えば高校生になった2人の姿はわずかな描写で彼女たちの成長と変化を伝えています。この時間の流れの表現が物語に深みと広がりを与えているのです。物語の中盤以降、予期せぬ出来事が起こり、主人公たちの人生が大きく変わります。この展開は読者に衝撃を与えますが、同時に人生の不確実性や予想外の出来事が人を成長させる可能性についても考えさせられます。藤本タツキ先生はこの衝撃的な展開を通じて、人生の複雑さとそれでも前に進む人間の強さを描き出しています。作品の後半では
大人になったトーノの姿が描かれます。彼女の成功とそれでも心の中に残る過去への思いが繊細に表現されています。特に彼女が京本との思い出を振り返るシーンは読者の心に深く響きます。過去と現在が交錯する描写は人生の連続性と同時に変化の大きさを感じさせます。ルックバックの特筆すべき点として登場人物の心理描写の深さがあります。特に京本の内面世界の描写は秀逸です。彼女の不登校の理由や漫画を描くことで見出した自己表現の喜びが細やかに描かれています。これにより読者は京本の心の動きをより深く理解することができます。またこの作品では2人の少女を取り巻く環境も重要な役割を果たしています。田舎町の風景や学校の雰囲気、そして時代の変化などが巧みに物語に織り込まれています。これらの要素がキャラクターの行動や心理に影響を与え物語をより立体的なものにしているのです。ルックバックを読むことで読者は自身の人生や選択について深く考える機会を得られるでしょう。この物語は才能の開花や挫折、そして予期せぬ出来事が人生に与える影響を鮮明に描いています。読者は主人公たちの経験を通じて自分自身の可能性や限界について考えを巡らせることができます。特に若い読者にとってこの作品は将来の夢や目標について考えるきっかけになるかもしれません。藤野と京本の2人が漫画家を目指す姿は読者に自分の情熱を追求することの大切さを教えてくれます。同時に人生には予想外の出来事が起こりうることも示唆しており、柔軟に対応する力の重要性も伝えています。大人の読者にとってもこの作品は深い共感を呼ぶでしょう。過去の選択や叶わなかった夢について振り返る機会を提供し、現在の自分を見つめ直すきっかけになるかもしれません。また人生における友情の価値や他者との関わりが自己成長にもたらす影響についても考えさせられます。ルックバックの魅力はその芸術性にもあります。藤本辰樹先生の繊細な絵のタッチや巧みな構図は読者の視覚的感性を刺激します。これにより物語をより深く感情的に体験することができるでしょう。また漫画という表現方法について考える機会にもなり、メディアリテラシーの向上にも寄与する可能性があります。この作品を通じて読者は人生の複雑さや美しさを再認識することができるでしょう。一見単純に見える日常の中に隠れた意味を見出し、小さな出来事の積み重ねが人生を形作っていく過程を理解することができます。これは日々の生活をより豊かに意味のあるものとして捉える視点を養うことにつながります。またルックバックは世代を超えて共感を呼ぶ作品です。親子で一緒に読むことで異なる世代間の対話のきっかけになるかもしれません。若者の夢や悩み、大人の経験や後悔など様々な視点から物語を解釈し議論することができるでしょう。これは家族や友人との絆を深める機会にもなり得ます。さらにこの作品は創作活動に興味を持つ人々にとって大きな刺激となるでしょう。主人公たちの創作プロセスや才能と努力の関係性について描かれた部分は創作に携わる人々に新たな視点や気づきを与えてくれるかもしれません。自己表現の手段としての芸術の可能性や創作を通じた自己成長について考えるきっかけになるでしょう。ルックバックが提起する創作と人生の関係性は現代社会において非常に重要なテーマです。この物語は単に漫画家を目指す少女たちの物語ではなく、私たち一人一人が直面する人生の選択とその結果がもたらす影響について深い洞察を与えてくれます。創作活動は自己表現の手段であると同時に自己発見の旅でもあります。藤野と京本の2人が漫画を通じて自分自身を見つめ直し成長していく過程は芸術の持つ力を如実に示しています。しかしこの過程は決して平坦ではありません。才能の差、環境の変化、予期せぬ出来事など様々な障害が立ちはだかります。これらの障害は創作活動に限らず人生のあらゆる場面で私たちが直面するものです。例えばキャリアの選択においても同様のことが言えるでしょう。自分の適性や才能を見極め、それを伸ばしていく過程で
挫折や失望を経験することは珍しくありません。しかし、ルックバックが教えてくれるのは、そういった経験こそが私たちを成長させ、新たな可能性を開くということです。創作活動と人生の類似性は、さらに深いレベルでも見出すことができます。物語を作り上げていく過程は、まさに自分の人生を形作っていくことに似ています。キャラクターの設定、ストーリーの展開、そして結末の選択、これらは私たちが日々言っている選択や決断と重なり合います。またルックバックは時間の不可逆性についても深い洞察を提供しています。一度過ぎ去った時間は二度と戻ってこない、この当たり前のようで時に残酷な事実を物語は静かにしかし力強く描き出しています。これは私たちに今という瞬間の大切さを教えてくれます。さらにこの作品は競争の力についても考えさせられます。藤野と京本の関係性は競争相手であると同時に互いを高め合うパートナーでもあります。この関係性は現代社会におけるコラボレーションの重要性を示唆しています。グローバル化が進む現代において異なる才能や視点を持つ個人が協力し合うことでより大きな価値を生み出すことができるのです。ルックバックが提起するテーマは芸術や創作の世界に限定されるものではありません。ビジネス、科学、教育などあらゆる分野に適用可能な普遍的な洞察を含んでいます。例えばイノベーションの過程はまさに創作活動と同じように試行錯誤と挫折、そして予期せぬ発見の連続です。この物語が私たちに問いかけているのは自分の人生をどのように創作していくかということかもしれません。与えられた環境や才能を最大限に生かしつつ、予期せぬ出来事にも柔軟に対応し、自分だけの物語を紡いでいく。それはまさに人生そのものの営みと言えるでしょう。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても、健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では、忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ、長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回は、ダイエットだけでなく、健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は、過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し、効果的にサポートしてくれるので、結果が出やすい環境が整っています。また、ライザップは単に運動だけに頼るのではなく、食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで、時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため、
不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく、健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でもライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。